どうもプロボウラーのスターです。今日はですね、僕のただの自慢話なんですけども、実は僕の奥さんからとんでもないプレゼントをいただいたんですね。そのプレゼントというのはじゃん、はい、フィジックスです。初代フィジックスです。いやー、僕ねめちゃくちゃ嬉しいんですよね。実はこのボール僕本当に大好きで、先日行われました関西オープンもね、1日目ちょっとダメだったんですけども、2日目このフィジックスに変えてからですね、その日1日を通して全体の1位だったんですね。そして、その前に行われましたシーズントライアルでもね、この1球で、朝から晩まで投げ切ってですね、なんと準優勝になれたんですよね。ですのでこのボール本当に僕ね相性が良くて本当に大好きなんですよね。もうこのボールばっかりで行きたいぐらいなんですね。そして、このボールばっかりって今言いましたけども、これで実はフィジックス3球集まったということになるんですよね。はい、これがね普段使っているフィジックスです。そしてもう一球、先日発売されました最新ボール、このフィジックス M ですよね。もうね、これね、僕最強のラインナップが出来上がるんではないかなと思います。本当にね、僕の夢なんですけども、一回ね、大きなトーナメントにフィジックス5球で行きたいなっていう夢もあるんですよね。フィジックス5球と、スペアボールで行きたいなっていう夢もあるぐらい、このフィジックスがもう大好きなんですよね。もうなかなかね、手に入ることはないんですけども、とある事情で手に入ることができました。もう本当にね、奥さん感謝しております。ありがとうございます。そしてね、今ちょっとね、レイアウトを悩んでるんですよね。実は、今まで使っていたフィジックスとフィジックス M 全く同じレイアウトなんですよね。もうすごくシンプルで、12時に空いております。ピンがね、このフィンガーの上にあるんですよね。そして、こちらフィジックス M も全く同じレイアウトなんですよね。ただですね、投げた感触ではフィジックス M の方が僕はですよ、若干カバーがなんか強いような感じがして、なんかこっちの方がね、フィジックス M の方がよく曲がるんですよね。ですので、ちょっとオイルが多いなって感じた時は最近はこのフィジックス M を投げて、そして、ちょっとオイルが枯れてきたらこの初代フィジックスに変えると、そういうパターンを、繰り返しているような感じなんですよね。で、そこにこのまた新しいフィジックスが入ったということで、どんなレイアウトにして投げようかなということで、非常に、若干、プロボウラーなのに悩んでおります。はい、これにしようかなっていうのもあるんですけどもね、こちらピンアップで両方とも開いているので、この初代フィジックスはピンダウンで開けてね、また、比較の動画を作ったりとかね、比較だけではなくてね、実際トーナメントでもね、活躍してほしいので、ピンダウンにしてね、違いをちょっと作ってね、投げたいなとかっていうふうなことは思ってるんですよね。皆さんだったら、どうされますかね。もう一つの案はね、全くもう同じレイアウトにしてですね、表面加工だけを変えてボール持っていくっていうのもありかなというふうなことも考えてるんですよね。非常に楽しみになってきました。もうフィジックス3連戦ですね。はい、このフィジックスがダメならこのフィジックス、そしてこのフィジックスダメならこのフィジックスということで、もう最後このフィジックス M で仕留めるみたいなね、そんな感じもできますよね。ただ、このボールとこのボールでダメだったらということは、もうこの場面でね、もう僕が仕留められているかも分からないですけどもね、はい、そうならないようにね、しっかりレイアウトとかも考えていきたいなと思います。ぜひね、皆さん、こうしたらいいんじゃないかという案がありましたらね、どしどしコメントに書いてください。書いていただきましたらね、そちらも参考にさせていただきたいなと思います。これね、本当に全く何も開けてませんからね。はい、開けてないので、もう皆さんの意見存分に取り入れてね、もちろんね、自分で考える部分もあるんですけどもね、やっていきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。ただね、これ一つ怖いことがあるんですよね。奥さんから愛あるプレゼントをいただいて本当に感謝はしているんですけども、これが愛のプレゼントなのか、それともプレッシャーなのかということですよね。トーナメントでもっとしっかり成績を残せよっていうプレッシャーの可能性が非常に高いので、気持ちを新たにしてね、ちょっと頑張っていきたいなと思います。皆さんもぜひ応援よろしくお願いいたします。ちょっとね、ゾクゾクしてるんですよね。今後とも頑張りたいなと思います。それではね、今回も内容が楽しければ、良ければ高評価お願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバイ。